人生でした恐怖体験って何かかありますか人生でした恐怖体験はこれもいっぱいあるんですよねほんまに。あの,あの、まあ、これもまたオーストラリアの話になるんですけど1年目はさっき言ったそのもうホームレスような時代を過ごしてたんですけど2年目からはあのちゃんとした寿司トレインっていう回転寿司で働けるようになって時給もまあもなってたんですよね。 なんで、まあ、お金結構もらっとったんですけど、僕すっごい広い部屋が欲しかったんで、あの、ちょっと市街から離れた工場地帯の治安悪いところに住んどったんですよ。それがまあまあ治安悪くて、ほんまにあの、寝てる時によるパーンとか聞こえてくるんですよね。でそこで、まああの、海外の家ってこう、家があって、前庭、裏庭みたいなのがある感じなんですけど、 シェアハウスをしとって5人ぐらいで住んどったんですよね。もう全然関わりもないような人だったんですけど。車4人持っとって、僕以外全員持っとって、前庭の方に車止めとったんですよ。で、その日僕ら日本人連れて全員でパーティーしよう言うって言って。で、僕一番年上やったんで買い出し全部して、で、先に部屋帰ろうと思った時に、後輩がたまたま出会って行く時に。で、その後輩と一緒にじゃあ帰ろうか言うとったんですよね。で、あと残り7人、女の子とかも含めて7人ぐらい来る言うとったんですけど、僕らが先着いたんですよ。 でも、薄暗なっとった時に、あの、自分の家入ろうと思って、前には通ろうと思った時に、車からガサってこう、人が立って、でえと思って見たら、全然知らない奴やって、そいつがパーって僕の方に近づいてきて、英語で、あの、この車、ちょっと潰したいから、ちょ手伝ってよみたいな、言われて。で、僕も、はっきりそれを言われすぎて、英語で。 俺の英語力が間違えてんのかなと思って。で、そいつはもう4年ぐらい勤ったり、そいつの顔見たら、そいつも、やばいっす、やばいっす、みたいなっとって、あ、合ってたんやと思って。で、そいつに、いや、俺らはそんなんしてへんし、って。で、そいつ多分まだ僕がそこの家の持ち主知らんくて。で、そいつはそのままあ、ほな、なんか硬いもんとか持ってへんのみたいな。言うて言われたんで、いや、もうそんなんも持ってへんし、みたいな。で、その時に僕名前迷ったんですよ。いや、もう警察呼ぶぞ、とか。いや、俺の、 シェアルームの、シェアハウスのメンバーのやつや、みたいな。言おうかな思ったんですけど、まあ、なんか言わんかったんですよね、その時。で、ああ、わかった、みたいな感じで、俺らのとこすれ違って、奥側の裏庭の方に入っていった時に、パって振り向い,向いた時に左側に、これぐらいのナタ持っとって、その時僕もし、いや、お前やめろ、警察呼ぶぞとか言ってたら、そのなでもしかしたら行かれてたんじゃないかなっていう恐怖で、めっちゃゾッとしたっす。 おでももううででななんんだか分かか分らずなんですかそういいう方のっていや結局分かんないんですよねこれがほんまにそのまま裏庭行って終わってで僕も部屋入って警察呼ぶ呼ばへんみたいな話をしとったらもういつの間にかいいんようになって車も別に終わられてないみたいなもうよくあることなんですけどねほんまにぞっ、えー、とするっすね。えー